まさせていただきます。まずは芝立つ閉幕もかしこきあたかむやしろのけみたまをしずめいつきまつるおみしるしのみまえに新家の矢倉昇魂式の御嶽の部に移りたいと思います。泉鳥取自治会自治会長の南さんからご挨拶をお願いしたいと思います。今あんなも、先輩から引き継がれたこの91年という長い年月これいろいろありがとうございました。この矢倉はこれ書いてますように、90年以上の歴史があると聞いております。この90年の間には幾多のいろんな出来事がありました。泉鳥取の地区として1年に1回の秋祭りに支えてくれたのがこの矢倉であります。本当に矢倉があって地区の絆ができたと思います。最後にありましたが矢倉に向かってセレナの皆さん長い間ご苦労さんという一言を言いたいと思います。どうも、すみません。しげらやむら、長い間、ご苦労さんでした。ありがとうございます。お待たせしました。乾杯をしたいと思います。ね、もうお魂抜けたやむらですけど、90年走ってくれた矢倉のために皆さんでちょっと乾杯したいと思います。だいたい手元お酒とか行ってますかね。いいですか。はい、皆さんおはようございます。雨降ってますけども、僭越ながら、乾杯の温度をさせていただきます。先ほどご祈祷いただいたありがたいお酒です。皆さんでいただきましょう。乾杯。Oh!
ほんまに嬉しく思ってます。まあ、皆さんも知ってると思いますが、当初の予定ですと秦神社行く予定でしたが、今日は村の中で昇魂式をするという形になりましたが、村の中ですることによって、向こうやったら足を運べなかった方も、ここやったら皆さん来てもらって、ほんまに昇魂式できたと思ってます。これも方のおかげだと思ってます。そして、91年間、矢倉を、神家の矢倉を大切に引いてくれた先輩方々、本当にありがとうございました。これで昇魂式終わりますけども、来年の入魂、そして新しい矢倉で、本祭り成功させて、初めて昇魂の完成だと思ってますので、来年もよろしくお願いします。
どうもありがとうございました。おっしゃかさんのシャンタカセイ、おっしゃかさんのシャンタカセイ、おっしゃかさんのシャンタカセイ、もう一つおまけにおっしゃかさんのシャンタカセイ。あの本当に今日は雨の中皆さんご参加いただきましてどうもありがとうございました。以上で証言式終了になりたいと思います。どうもありがとうございました。